雷が鳴って思い出した。4歳の頃、妹と二人で留守番していたら激しく雷が鳴り出した。号泣する妹をあやしながら怯えに怯え、このままでは死ぬ、妹を守らねば、と焦った私は。押し入れからゴムボートを引っ張り出した。大人二人は乗れるサイズのレジャー用で、足踏みポンプで膨らますタイプ。父から雷は電気だとか、ゴムは電気を通さないとか聞いていたから、ゴムボートを逆さまにして被ってれば安全だと思った。手でおへそを隠しながら必死に膨らませた。少し形ができてきたら妹を守るべく中に入れたけど、4歳児の力ではゴムボートはほとんど膨らまなかった。涙と鼻水でぐちゃぐちゃになりながらポンプを踏んでいると、ようやく父が帰ってきた。事情を説明すると、父はあそこに避雷針があるから大丈夫だと避雷針の説明をしてくれた。その頃には雷も止んで、妹はゴムボートの上を楽しそうにコロコロしてた。そしてあっという間にゴムボートを膨らませてくれた。狭い家だったから布団が敷けなくなって、その日は父とゴムボートの上で寝た。あの頃の純粋さと行動力はどこへ行ってしまったんだろう。あなたみたいな姉ちゃんがいたらよかったな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。